おはようございます。今日は6月30日ですね。6月最後ですね。気温が 27.5、湿度が 76%、 室温が 26.4 で、湿度 52% ですね。ちょっと雨が降ってましたが、この感じからすると雨も止みそうな感じですかね。はい、そして、今日は静かな夜にしました。たまたま今日は静かな夜ですね。たまたま昨日、お客さんで忘れてかれたコーヒーがありましてですね、それをまあとりあえず使って、そのお客さんが来た時には新しい、コーヒーを出してあげようと思っているので、今日はそのコーヒーを使おうと思います。はい、そして、こちら、ペーパーフィルターは半球になるとどのように抽出されるのでしょう。塩水と違いますか。はい、半球と塩水は基本的に違いますよね。その時にどのように抽出されるかということなんですけど、実際にネルドリップとかなんかは球に近いですよね。で、基本的に球形に近い、ドリッパーというのを、作ったこともあるんですけど、ドリッパーというよりもあれですね、ペーパーを球形に近い状態を作ったことがあるんですけど、その状態の抽出って思ったよりも難しくなるんですね。何が難しくなるかというと、もともと水って重さがありまして、水って重さがある、当たり前ですけど、水って重さがあるわけですね。で、重さがある中で、抽出してるんですね。そうすると重さっていうのは、まっすぐ垂直下に向かって流れようとするんですね、水は。で、横へ流れようとする力っていうのはどちらかというと水が広がろうとする力なんですね。で、球形というのは、下へ向かう力と横へ、広がろうとする力がイコールの状態が一番理想ですよね。なんせ長さが同じですから。だけどそういう状態を作るというのが非常に難しいわけですよ。なんで難しいかというと、重力があるからですよね。だから下へ向かおうとする力の方が強く、横へ広がろうとする力が弱いわけですね。だから、いわゆる土手を使う原理っていうのは、土手っていうのは簡単に言うと、どちらかというとこのお湯をかけた時に上に膨らんできて水が上の方に存在する形ですよね。その状態で、下に染み込もうとするのと横へ広がろうとする両方との力を利用して抽出するという技法なんですけど、土手を使う技法って大体そういうものなんですけど、その時に球形というのは簡単に言うと横に広がろうとする力、球の中心にお湯をかけるとお湯が下にも横にも同じ状態で流れようとすると一番理想になるわけですけども、残念ながら重さがやっぱメインで真下に向かおうとする力の方が大きいので、それを考えるとどう考えてもどっちかというと放物線状の形の方が基本正しい形になっちゃうんですね。だから放物線に近い形っていうのがこの場合は円錐になるわけで、だから円錐のペーパーの方が使い勝手はいいのかなというふうにはなりますよね。ただし折り紙ドリッパーで
フィルターをこう曲げた状態で、それを使ってこう松屋の、ペーパーを作ったことがあるんですけど、あれの場合だとこの表面積、ひだひだを使うんで表面積を大きく取れるっていう強みがあったんですね。だからあれはあれでいいなと思ったわけですよ。なぜかというと、球に近づこうとする力を、妨げなくて済むという良さがある。つまり円錐のペーパーっていうのは円錐の形から変形が難しいわけです。何が難しいかというと、変形したくとも紙が広がれないんですね。ところが、ひだひだがある状態っていうのは、広がる力ができるんで、広がるだけの余裕があるんで、そういうことで折り紙ドリッパーを使って、ペーパーを折り曲げて、使うのは結構有効だったなという記憶はあります。だからあれ、あの時にちょうど、休憩の、ペーパーを作って実験もしてたんですけど、基本的には球形が丸に近づいて広がる力を、一番理想の形に持っていこうと思ったんですけど、やっぱり重力を、つまり、普通に考えて真下に落ちようとする力をこう横へ逃がすためにはどうしても粉を細かくしていかないと、粉を細かくすると、下へ向かう力が下へ向かう力がどうしても、細かくすれば、遅くなりますので、その分だけ横へ広がる力の方との差が少なくなるんで、球に近い、ペーパーでもいけるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっとやっぱり重力の影響は大きいなというのが、僕が使ってて思ったことなんですね。だから棒の中では球は最終的には、無理があったなというのが棒の中の、球形の、ペーパーの、感想でしたね。その当時、実験やってて何回かやった段階で無理だなとは思いましたけどね。じゃあその時になんで、ある程度やってたかっていうと、そういう装置を作ってしまった以上、やっぱある程度使わんともったいないかなと思ってやってただけっていう感じでしたね。だからこのペーパーフィルターを半球にするとどのように抽出されるのでしょうという、こういうことを考えること自体がすごいなと思いますよね。普通そんなとこ疑問持たないですもんね。そこの部分をどちらかというと感心する気がします。はい、抽出に入りましょう。だから結構YouTube でポン菓子の機械に、コーヒー豆を入れて、焙煎するというのをやってたんですね。浜コーヒーさんかなんかがやってたんですけどね。結構この動画は結構僕の中ではツボでして、本当に知りたかったものがちょっと見えたなという感じで、ちょっと面白かったんですけど、だいたい10気圧ぐらいで出してたんですけど、その動画ではコロンビアを使ってまして、コロンビアで、実験しているということは、多分コロンビアの、水分量が多分11ぐらい持ってそうな感じの
コロンビアだと思ったんですね。つまり 11% の水分を持って、その、コロンビアで、内圧が10キロぐらいに到達するということは、まあ、水がそこまで圧が、高くなる状態というのはだいたい180度ぐらいで、水が180度ぐらいまでになると、10気圧ぐらいになるんですけど、それから考えると水分量の多い豆でやると結局は温度が上がらなくて焙煎ができない可能性があるんだなというのはちょっと思いましたね。だからもしもあれをちょっと、枯れた系の豆を使って、焙煎、ポン菓子の機械で焙煎すると結構、もうちょっと温度の高いところまで到達する10気圧ぐらいになった時にもうちょっと高い温度まで到達している、つまり焙煎っていうのはある程度の温度でないと、焙煎にならないんで、180度ぐらいで止めちゃうとちょっと焙煎としては何つうんですかね、この焦げるとこまでいけてないんで、あ、うまく いかないと思うので、枯れた豆でやるとなんかうまくいきそうな気がしましたね。ポン菓子の機械でも、あと枯れた豆でやるのと、あとはダブルローストですよね。一回焙煎し、ちょっと焙煎して水分抜いた状態の豆を、ポン菓子の機械かけると結構水分の調整をやっとけば、ある一定の温度までは到達してくれて、でもってその水分で10気圧ぐらいまでの圧力にを上昇して、まあ、豆が膨らむこともできるしみたいな感じに、ちょっと、その動画を見て思いましたね。とにかく結構面白い動画だなという気はしました。ちょっと自分でもやってみたいなとはちょっと思いましたけどね。たださすがにポン菓子の機械をわざわざ買いたくないなというか、まあ、正確に言うと試してみたいとは思いましたけど、一番に言えることは他のお店がわざわざやってくれたんならそれでいいかなという気が、僕の中では知りたかったものなので、その知りたかったものを他の人がやってくれたんならもうそれを見るだけで、まあ、僕の中では、まあ、満足かなという気がしますね。だからその動画は結構僕の中ではツボでしたね、コーヒーの動画の中では、この頃の中では一番のツボの、動画でありました。はい、コーヒー入りました。現在夏ギフト販売しております、結構売れてます。昨日もわざわざ、5個セットを4袋買ってかれた方もいました。結構手軽さがいいんじゃないのかなというふうに、僕の中でも思っております。とりあえずまだ本格的に告知もないのですが、土曜日のコーヒー教室というのを、もうちょっと経ったらやろうというふうに、計画しておりまして、これは何かというと、まあコーヒーの入れ方とかなんか昔は、コーヒー教室みたいなことをまあまあやってたんですけど、今はまあ忙しくてまあやれなくなっておるのはあるんですけど、せっかくなんで
キッチンスタジオが存在するので、ここにはですね、だからそこのとこを使って、コーヒー教室をちょっとやろうという話になっております。まあその辺に関しては、また、おいおいと話が出てくると思います。静かな夜でしたね。今日の質問は、ペーパーフィルターは半球になるとどのように抽出されるのですか。まあ、基本的にはもう細かくして、下へ落ちる速度を遅くして横へ広がる、部分を多くするっていうふうな抽出方法になるんですけど、残念ながら、重さで下へ落ちる力の方がどうしても強いので、無理があるなというのが僕の、見解でありました。はい、ということで今日はここまでにします。